こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。ちょっとお知らせですが、動画の BGM を変えようと思っています。なんだと。この動画では、ドーバシンドロームさんのフリー BGM を使用していますが、それでも YouTube の審査に引っかかってしまいます。こればっかりはどうしようもないですね。そっか。と言っても、全部変えるわけではありません。最後の締めのシーンが引っかかるので、そこだけ変えます。やっぱこの BGM がいいんじゃないかな。ふうむ、これは誰かを救わないといけない BGM ね。これにしようかと思っています。これもどっかで聞いたことあるぞ。この動画の雰囲気にも合っているかなと思います。了解である。さて、今日はポンポンを紹介します。ついにチアリーダーの武器解説まで始めたか。確かに支援効果があるかもしれんからな。そっちのポンポンではありません。対空砲のポンポンです。イギリス海軍の主力となった対空砲のことよ。ポンポン砲とはね、そんなふざけた名前の武器があったのか。ポンポン砲はあだ名ですけどね。ポンポン砲とは、QF2 ポンド砲というイギリスの対空砲のことです。ポンポンとは、一般的にチアリーダーが使用するアイテムのことを言いますが、ポンポン砲の場合のポンポンは、発射音が由来しています。発射した時の音がポンポンってことか。ポンポンキャノンとかではなく、単にポンポンと呼ばれました。しかし、QF2 ポンド砲の音を聞いてみると、ポンポンというより、ドンドンという感じがします。ドン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 キーって感じか？ YouTube に動画があるので、興味のある方は聞いてみてください。概要欄にリンクを貼っておくぞ。ポンポンに聞こえなくもないが、ドンドンに聞こえなくもない。ドンドン砲じゃダメだったのか。実は、QF2 ポンド砲の原型になった QF1 ポンド砲という武器があります。これの発射音がポンポンでした。後継にあたる2ポンド砲も、ポンポンの名前を引き継いだのです。ポンポン砲シニアとポンポン砲ジュニアみたいなものか。そうね。ただ、QF1 ポンド砲の動画がなく、発射音がポンポンなのかはわかりません。まあ、ポンポンでもどんどんでもどっちでもいいや。QF2 ポンド砲の QF とは、クイックファイアリングの略で、速射機関砲のことです。いくつかのバージョンがありますが、ワールドウォー2時に使用された、ラッパのようなバレルが並んでいる、マーク8がよく知られています。砲弾を発射すると、バレルがリコイルで前後にスライドするので、トランペットの双楽隊のようですね。うるせえな。見た目的にも楽しませてくれるじゃないか。ところで、なんでこんなラッパみたいな形してるんだ？先端のラッパは、おそらくフラッシュサプレッサー、銃口の閃光を軽減するためのものではないかと思います。第二次大戦では、ラッパのような円錐形のサプレッサーが一般的でした。なるほど、そんなものがあったのか。今回は、1ポンド砲も2ポンド砲も、まとめて解説していきます。QF1 ポンド砲、ポンポンは37ミリ口径の警砲です。19世紀後半から第二次大戦まで37ミリという口径はよく使われました。対空砲や戦車砲、ジャンルを問わずよく使われたのが37ミリ口径です。そうだったのか。なんで37ミリなん？そのことについて興味深いことが分かったので余談ですが紹介しておきます。37ミリ口径は1868年のサンクトペテルブルク宣言という軍縮条約によって生まれた口径です。強力すぎる武器を使うと戦争になった場合にお互いに悲惨なことになるから制限をしようという目的ですね。チートを排除しようってわけか。そんな感覚に近いと思います。19世紀末に毒ガスやホラーポイントを戦争で使うことを禁止したのも同じ理由です。1868年の条約では 400g 未満の銃弾や弾頭は爆発性のある榴弾にすることを禁止するというルールを決めました。400g ってのは厳しい条件なのか？ 400g 以上というと、警報以上の大砲になります。大砲でしか榴弾は使えないってわけだ。榴弾を使うためには、400g 以上の重さにする必要があります。その400g 以上の最低ギリギリを攻めたとき、37mm という口径が生まれました。37mm 以上の口径があれば、実用的な榴弾砲の開発ができたのです。ほ、なるほど。そういう経緯で37ミリ砲ができたということか。そういうことね。QF1 ポンド砲の弾頭の重さは 450g でちょうど1ポンドです。薬莢や発射薬を全部含めると全体で 550g ほどになります。1ポンド砲っていうのは1ポンドの重さの弾頭だったんだ。
とは言っても、サンクトペテルブルク宣言は、無煙火薬が発明される前に決めた条約で、時代に合っていませんね。事実上、完全にこの条約は無視されることになります。しかし、条約が意味を失った後も、37ミリ口径の規格は、標準的なものになっており、使用され続けたのです。なるほど、37ミリ口径が普及しちゃってたってことだね。そういうことね。ちょっとした37ミリ口径に関する豆知識でした。ともかく、それで、37ミリの QF1 ポンド砲が誕生したというわけです。ポンポンはイギリスの武器です。最初のポンポンである QF1 ポンド砲は、1880年代の後半に開発が始まりました。初代ポンポンの砲だね。作ったのはウィッカース社です。またしてもウィッカースか。ウィッカースは、イギリスの大手兵器メーカーです。ノルデンフェルト社を買収したマキシム社を買収したウィッカース社が、ポンポンを作りました。結局ウィッカースということだね。ポンポンは、マキシムガンから発展した武器です。マキシムガンとは、ハイラム・マキシムというイギリス人が作った世界初のマシンガンです。マキシムガンは以前に解説したウィッカースマシンガンの原型だね。確かに初代ポンポンもマキシムガンみたいな形をしている。そうね。ポンポンは初代も2代目も水冷式の機械砲です。機械砲とは、榴弾や鉄鋼弾などを連射できる大砲のことですね。機関銃の大砲版ってことか。そうです。日本語では機械砲と言えますが、英語ではオートキャノンやマシンキャノンと呼ばれます。実は、ポンポンは世界初のマシンキャノンでした。世界初のマシンガンがマキシムガンですが、それを巨大化すればいいじゃんって発想で生まれたのがポンポンです。機関銃をでかくすれば機関砲になるってことか。そうよ。ちなみに、アメリカで発明されたガトリングガンはフルオートではないので、マシンガンではありません。フルオートの機関銃と機関砲の発明は、両方ともイギリスってことだな。マキシムガンもポンポンも、ハイラム・マキシムが設計して発明しました。ポンポンは対空砲として知られていますが、ポンポンが発明された当時、航空機はありません。じゃあ、野戦砲のように使われたってこと？そうね。台車に乗せて野戦砲として運用されました。あとは、海軍の艦船に搭載されて、小型船の撃退に使用されることもあったわね。ポンポンが初めて使用されたのが、ボーア戦争です。ボーア戦争とは、南アフリカの植民地化をめぐって、イギリス人と現地のボーア人が戦った戦争です。ポンポンは、歩兵用の武器として投入されました。ポンポンは活躍できたのか？活躍しました。毎分200から300発ほどの発射速度があり、マキシムガンと共に、ボーア戦争で活躍したのです。ポンポンが敵に奪われてしまったこともあり、その際、イギリス軍はかなりの苦戦を強いられました。これを経験し、イギリス軍は、ポンポンの配備数を増やしたと言います。なるほど、自らの身をもって、ポンポンの実力を味わったのか。ポンポンは最初、陸戦兵器として使用されました。19世紀の航空戦力は気球しかなく、対空砲もそれほど使われてはいません。ポンポンが対空砲として運用が始まるのが第一次大戦の時からです。ポンポンもワールドウォー1で対空デビューというわけか。そういうことになります。ワールドウォー1当時、イギリスはドイツの飛行船ゼッペリンに悩まされておりました。ゼッペリンはイギリス本土を空襲していたのです。チート飛行船のことか。ゼッペリンを撃墜するべく、ポンポンを対空砲として、本土防衛用に設置したのです。しかし、37ミリという小口径のポンポンでは、ゼッペリンを落とすことができませんでした。撃ち抜いたところで、簡単に落とせるものでもなかったのです。飛行船なんて、穴が開いたら簡単にどっか飛んでいきそうだけど、そうでもないんだよね。漫画みたいに飛んでいくことはありません。多少穴が開いたくらいで、すぐに落ちることもなかったのです。また、そもそもゼッペリンは基本的に高いところを飛んでいるので、ポンポンでは届きません。ポンポンという音だけが、虚しく鳴り響いていたのだ。ポンポンは役に立たず、デビューは虚しいものでした。と言っても、ポンポンに限らず、そもそも対空戦術が難しかった時代でもありますね。確かに、空飛んでるやつを撃ち落とすなんて難しいよね。これがワールドウォー1で始まった新たな戦い。しかし、ポンポンは地上でも役立たずでした。ポンポンは37ミリという警報で、野戦砲や攻城砲として使用するには攻撃力が物足りないのです。艦砲としても微妙で、敵船に対して効果的なダメージを与えることも期待できません。攻撃力が低すぎるってことか。イギリスはポンポンを陸上戦闘で使用することはありませんでした。
ワールドウォー1の頃には18ポンド砲や13ポンド砲などの強力な野戦砲が存在していたからです。ポンポンとは段違いの破壊力を持っていますね。かわいそうなポンポン。地上兵器としても対空砲としても微妙だったのか。そうですね、一応対空砲としては使用されます。航空機に乗せて空対空兵器として使うアイデアも試されました。しかしポンポンは弾速が遅く、高速で飛び回る航空機を捕捉することができませんでした。ダメじゃん。ポンポンは第一次大戦では活躍できませんでした。しかし大戦中にその後継である QF2 ポンド砲、新たなポンポンが開発されます。新たなポンポン、これは期待できる。2代目ポンポンですね。一般的にポンポンといえば2代目のことを指して言います。基本的な構造は QF1 ポンド砲と同じです。1.5 ポンド砲も作られましたが、あまり運用されずに2ポンド砲が作られます。1ポンド砲とどういう違いがあるんだ？1ポンド増えただけ？2ポンドの弾頭もありますが、バリエーションがあり2ポンド以上の弾頭もあります。口径は40ミリになり、砲弾の攻撃力を向上させたものです。最初から対空砲として設計開発されました。イギリス海軍の対空砲として発注を受けたのです。なるほど、とにかく1ポンド砲を強化したってわけだ。ポンポンはワールドウォー1の戦中戦後を通してバージョンアップされていきます。最初はマキシムガンのような形ですが、後期型のマーク8はラッパのような形になります。弾装砲タイプ、連装砲タイプ、いろいろなバージョンがあります。ふむふむ。最終的に完成したのは1930年頃です。このような多連装のものはマルチプルポンポンやシカガピアノと呼ばれました。トンプソン的なあだ名じゃないですか。見た目がパイプオルガンっぽくはある。ポンポンの射程は3キロから4キロほど、中距離用の対空砲です。イギリスでは最新の戦艦や巡洋艦に次々に搭載されていきます。ってことは高性能な対空砲だったということ？そうね、非常に高速で連射することが可能で、圧倒的な弾幕を張ることができました。これが評価されて世界的に注目を浴びます。ブライト向きの武器ってことだな。そうなんですが、弱点もありました。弾幕を張りすぎるので煙で何も見えなくなるという弱点です。砲撃手は照準を合わせることができません。これは嫌な予感がするぞ。大丈夫よ、ポンポン専用の火器管制装置がありました。それがポンポンディレクターという装置です。そんなふざけた名前で制御できるのか？名前はふざけているかもしれませんが、とても機能していました。ポンポンディレクターは視界がクリーンになるようポンポンの場所から離れたところに設置してあったのです。ここで観測を行い照準を合わせることができます。レーダーやコンピューターも使い命中をサポートすることが可能。1940年頃にポンポンディレクターが完成し、イギリス艦船に搭載されました。ポンポンのためにそんな高性能な装置がいるのか？むしろポンポンだからこそ必要だったのです。これはとても先進的な装置でした。1930年当時、ポンポンは高性能な対空砲として名を馳せることになります。ポンポンはアメリカ海軍の次期対空砲の候補に上がりました。アメリカ海軍がポンポンを認めただと？そうね、第二次大戦に突入する前、アメリカ艦船の対空砲として適切なものを選ぶテストが行われました。その候補の中にポンポンがあり、最終候補まで残ったのです。最終候補に残るだけでも性能の高さが伺えるね。しかしポンポンの対抗馬として 40mm ボフォース砲という対空砲がありました。残念ながらポンポンはボフォースに完敗することになります。完敗なのか？完膚なきまでの敗北です。アメリカ海軍がボフォースの採用を決めた途端、イギリス海軍もポンポンからボフォースへの切り替えを進めたからです。なんということだ。ボフォース砲の性能はポンポンを圧倒的に上回っていました。ボフォースは第二次大戦中あらゆる国で使用され、最も活躍した対空砲となったのです。そんな強い対空砲があったのか？ボフォースはスウェーデンが作った対空砲です。ポンポンよりも弾速が秒速 200m ほど速く、航空機を撃ち落とすのに適していました。ワールドウォー2のアメリカ海軍では最も航空機を撃墜した対空砲がボフォースだと言われていますね。ポンポンの時代はワールドウォー2開戦前に終わっていたのか？性能的にはそうなります。
しかし、イギリス海軍はポンポンを見限らず、どうにか改良を加えて使っていきます。弾速を向上させ、専用の火器管制を作り、なんとか運用できるレベルに仕上げたのです。これがポンポン愛。愛っていうか、もう資金の余力もなくて、ポンポン使うしかないって状況でした。性能の遅れはありましたが、ポンポンはイギリス海軍の主力中距離対空砲になりました。とにかく生産数が多く、イギリス海軍ではボフォースの倍以上の数のポンポンがあったのです。ポンポンはキングジョージやイラストリアス、プリンスオブウェールズなどにも搭載されて活躍しました。ポンポンが頑張ったってことだな。ポンポンなりに頑張りました。イギリス海軍の調査では、ポンポンの性能はボフォースの半分程度と評価しています。1ボフォースが2ポンポンくらいの性能ってことか。イギリス海軍にボフォースの倍以上のポンポンがあるなら、同等以上の実力って計算になる。それはどうかな？ちなみに、日本でもポンポンを使っていました。おう、日本でも使っていたのか。日本では、ビッカース社からライセンスを取得して、国内でポンポンを作っていました。美式 40mm 機関砲という名前です。美式は、ビッカース社の美から来ています。ポ式にはならんかったんだね。ポンポンは、日本軍でもあまり評価されませんでした。日本が使っていたのは1920年代の古いタイプのポンポンで、弾速も遅く、対空性能が低いものだったのです。なるほど、まあ作っちゃったものは仕方ないね。ポンポンは完成した当初はもてはやされましたが、科学の進化に対応できずに遅れを取った対空砲でした。武器屋のお姉さん、今日は多分人生で一番ポンポンと言った日になったよ。そうね、普段なかなかポンポンという言葉を使わないですからね。一生分のポンポンをこの動画一本に込めました。もう十分にポンポンを堪能できた。思い残すことはない。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。